はいどうも、ジュウです。スーパーマリオギャラクシー2パート24やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もワールド6進めていきたいと思います。と、その前に、まずはワールド4のあれですよね。さすらいの遊び人のやつでございます。まずはそれからやっていきましょう。よーし、じゃあ早速いきますよ。はい。スコアアタック、飛んで踏んで、飛んで踏んで、また飛んで。ちょっと待って、今ヌンチャク落ちたからな。さあ、ということで頑張っていきましょうか。1万点か。だよね。1万点でスター遅れるんで。はい、じゃあ頑張っていきましょうか。はい。俺様はさすらいの遊び人。すべての遊びを遊び尽くした俺様の作ったゲームをプレイするのだ。敵を踏んだり蹴ったりコインを取ったりしてスコア1万点を目指すのだ。1万点以上でこれをやるともちろんプレイするよな。やりますよ。目標は1万点。俺様のゲームを解くと味わいがいい。待てよ。あー待て、動かなかった。くそー、100点か。待て。出て。待て、くぐらないよ。一旦ここで、コインを稼いで、はい。で、こう来て、よし、来て。待て。危ないって、これ、ほんとに。行って、落とされた。待って。よーし、もう一度な、目標1万点。やーおし。なんでこんなとこにタコボ設置したんだよ。しかも緑を。任天堂、さすがにこれ悪意あるだろ、これ。違う。こう来て、こうやって回って、あぶねえ。オッケー、とりあえず2200点いっている。待て、いって、もうなんで、ああ待って、まずやられるって。もうなんでこんなとこにタコ棒設置した。オッケー、ここ最大300か。待て、戻って。オッケー、こう来て、よし、オッケー。で、ここでコインをすべて取って、まあ、少しでも多く、スコアアップはしたいですよね。もう大体4分の1ぐらい?悪くはないかもな。危ない。やばい。危ねえ。OK。でもなかなかいい感じだよ。今3800か。で、こうして。いけ。よし、OK。いって。普通に触ってしまったな。いて。落ち着けばうまくいけるんだ。やべ。もう、スターピースで芝居たろか。いけ。とりあえず今6600まではいっている。OK、危ねえ。これ地面につきたかったらどうなるかと思ってた。OK、1000点ゲット。あと1900だ。とにかく組むんだ。いけ。OK。ワープ。いけ。とりあえず1万点はいった。いけ。OK。いった。お見事、1万1010点だぞ。俺様の人生のライバルと認めてやるのだ。
さらにお前をうならせるゲームを作りたくなったのだ。約束通りこれをやるぞ。バーン。オッケー。めっちゃ時間かかったということです。スターゲット、よし、うまい、うますぎる。はい、ということでこれで97枚目。あ、逆シーコンプリートか。1。はい、24。さあ、じゃあ次行きましょう。じゃあもうワールド6行っていいかな。ここは今は取れないので、じゃあワールド6行きましょう。あ、ここだね。古代の遺跡ギャラクシーの一つはついて、ここは多分パープルコインか、あとはタイムアタックかな。大回転遺跡のパープルコイン。パープルコインかい。これはむずいって。わ。表裏にもあるんだわ。じゃあいきます。制限時間5分。まあそれぐらいあれなんだろうな。ここまで8枚。あ、途中教えてくれるんだ。ゲゲ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 ゲ。まあ時間はあるからとにかくやんないといけないな。わあ、そして BGM は神。待って、ここはある、やっぱりないと思ったらやっぱりあった。待って、落ちんな。落ちたら意味ないからな。待って、天井に行ってしまった。OK。とりあえず地面まで行ったから、これで取りに行く。OK。危ねえ。これ多分大丈夫だよな。とりあえず今37枚だけど、今37枚か ?OK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 。取り逃してない。嬉しいね、こういうのは。こうやって、集めて、危ないよい。めっちゃ危なかったよ、今の。やべえ、危ねえよ。333。やばい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 。こう来て、オッケー。一旦、こうして。やばい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 。待て。待て、まだ取ってないコインも結構あるんだって。待て、あー取れてない。はい、残りあと3分。いけるかこれ、時間的にも。やばいなこれ、ここだけで結構多いぞ。こう来て、待て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 、わあ結構あるね。今73枚。あと1枚はどこだ。あったわ。危ない。やばい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 。オッケー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 。危ねえ。待てよ、こう来て、ちょっと待ってくれ。オッケー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 。危ないね。やばい、危ない、あー危ないよ。あっく、落ちる、落ちなかった。あー、やばい、どんどん時間がなくなっていく。やばいやばい、1枚のコインを取るためだけにこんなに時間かかってしまうとは。あと27枚、急げ。
待て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 、待て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 、こう来て、オッケーオッケー、なんとか地面扱いがまだあってよかった。あと10枚、あと10枚はどこだ、あった、待て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 、落ち着け、落ち着くんだ、危ない、いやーくそ落ちてしまったか。とりあえずまずは地面に着地して、あ、まだここは取ったことがあるんだな。待て、よし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 、待て、一旦こうして、やばい、いけ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 、あと30秒いけ、こう来て、素晴らしい、これは5分にすんのも納得だわ。あー大変だった、でもなんとか一発クリアだね。待て、スターを取るまでが仕事でっからね。オッケー、危なかった、よーし、うまいねー。でもはい、ということでこれで98枚目はい、ギャラクシーコンプリート。はい、じゃあ次行きましょう。とりあえず今はとりあえずあと2つギャラクシーがあってから、あとはクッパだと思うので、じゃあここ行きましょうか。はい、スターがあればこれ解禁できますからね。はい、ちなみにここは60枚必要。じゃあ行きましょう。懐かしの砦ギャラクシー。懐かしの砦。はい。倒れてドッタン、バッタンキング。ドッタン、バッタンキング。あー、あったわ、ここ。バッタンキング、まさにお前だ。出ました、これ。皆さん知ってますよね？そうです。スーパーマリオ64です。あ、多いって言ってる。そこのヒゲの人、ちょうどいいところに来てくれました。山のてっぺんにいるバッタキングから、スターを取り戻してくれてくれませんか？山のてっぺんへ。あ、そしてルイージいるけど。じゃあ、ちょっとルイージしてみるか？はい。じゃあ、頑張っていきましょう。わ、待って、BGM もちゃんとマリオ64だ。そう、マリオ64もね、3D コレクションでやったんで。まあ、いつかは、スーパーマリオ 64DS のやつもやりたいですね。こいつはまた、ちょっとね、リメイクっていうか、ちょっとね、新しい方が多い。基本的には。まあ、待って。これ、待って、ここにパックフラワーおったな、確かに。待てよ。オッケー、コインがいっぱいだ。そう、もともとね、スーパーマリオ64って、もともとは100枚に取れば、コインを100枚取って、あれがあったんだよね。隠しスターがあったんで。それも、あれなんでしょうか。コインが多いのは。そう、マリオ64は、マリオしかできないんですけど、スーパーマリオ 64DS だったら、あれなんだよね、なんだっけ、ヨッシーとルイージとワリオが使えるんで、そう、実はここに行けば、ワープができるんですよ。まあ、さすがに赤コインとかはないか。まあ、赤コイン8枚集めたら、あれがあるという。うわぁ、ほんとにここあったぁ。わぁ、待って、後で64触ろうかな。出ました、ここにあった。8枚コイン。で、ここにもちろんアメンボとかはいなかったんですけど。で、ここ実は大砲があったんだよね、ここ。
はい、ここで振ると、おー、スターコインか、じゃなくてスターピースか。あ、そして、あれがありました。水星メダル。おや？ん？おや？なんだか見覚えのあるヒゲの人、お元気ですか？最近綺麗なスターが降ってきたんです。でもて、瓶に入れるやつに取られたんです。あいつからスターを。お、道だ。待てよ。ここにクリボーがいるのもあれだね。オッケー、これで3アップゲット。これで、これはどうやって取ればいいんだ。力づくで取れそうか。あ、惜しい。ここの前に立って、オッケー、ゲット。でもこれ本当に正規法か？若干ご利用したくて気もするが。オッケー、なんか、フリを踏みつけた。待て。こう来て。そう、ここってね、もともと64ではね、あれなのよ。なんだっけ、エリア、コース2のステージなんだよね。ああ、ステージっていうか、あれか。待て、ちなみにここは？これはどうなってる？あ、パックフラワーか。待て。こう来て。はい。待て待て、コインはなるべく回収したい。いてててててて。笑うんだよな。そう、パックンフラワーはね、64だったら寝てるんだよね。だからね、看板にはね、ヨッシーの卵をぶつけたらかわいそうですって書かれていたことがあったよ。 64DS だったら。わあ、ここにパックンフラワーちゃんといる。え、待ってよ、ここにコースも、これもともと、あー、これもあったわー、これなっ。俺もね、64DS をね、先に触った方なんですけどね、もともとは。で、ここもちゃんと、橋が崩れると。で、待って。できれば、この3コインも取ってみたい。で、こう来て。おぉ、3コインもちゃんと取れる。で、ワープはできないと。あ、出ました。ボム兵。はい。オッケー。で、こう来て。はい。こう来れば、ワープがあるー。そう、これね。これ64でよじ登ったら、緑の悪魔って呼ばれてたんだよね。あ、ヒゲの人って呼ばれてる。山のてっぺんに恐ろしい奴がいます。あなたの立派なヒゲを見込んでもでかいです。あいつからスターを取り戻してください。じゃあ、進んでいきますよ。はい。こう来て、行け。よし、オッケー。まあ、もちろんね、ここに、でっかいパックンはいなかったんですけどね。わあ、出た、これ。これもちゃんとある。で、ここで中間か。はい、出た。お前がバッターキングか。あれ？でもなんかあれだな。いけ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 。早く倒れてくれ。はい。あれ？でも、クッパのマークがあるな。あ！下か。いけ！おー！出たー。なんだここ。裏世界なんだけど。わあ、お前がバッターキングだ。ああ、気に入らねえ。俺たち石のおかげで家も城もできてるってのに、いつも踏みつけるばっかりでちったありがたとはどうなんでい。おうおう、おい、そこのあんた、ふらふらしてんじゃねえや。機嫌悪いんで押しつぶしちまうぞ。文句があんなら、ヒップドロップでこのバッターキング様を踏みつけてみやがれ。うわ、待って、セリフまんまだ。うわあ。
待て、いけ、よし、オッケー、いいよ。で、待って、バッターが消化、わ、そんなのわからん。オッケー、でもまた見つけてくるな。いけ、待て、待って、バッター多すぎ、わ、まだ来る、やばい、危ねえ。オッケー、こう来て、おりゃー、素晴らしい。あー、悔しいぞ、まだまだ踏みつけられちまった。所詮石は石なのか、おめえの勝ちで、これ持っていきやがれ。そして、ガク、おー、最後まで64のまんまだった。そう、これ絶対やった方がいいよ、スーパーマリオ64。まあ、マリオ64DS でもこれ、どっちでも弾けるんで、ぜひ皆さんもね、やってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、お、誰かが来るのか？はい、これで99枚目。あと24秒もかかってきた。懐かしの砦ギャラクシーにゴーストが現れた。まあ、ルイージ使ったからね。おー、コインいっぱいだ。はい、そして、はい、広範囲広がった。そして、あなた、ヤバいもん連れてきたじゃないかい。赤坊兵爆発したいだろ。で、あのやつ道連れになって、私はやだよ。道連れか、でも大丈夫だろこれ絶対に。はい、じゃあちょっと話しかけに行ってみる。はい、で、こうして、はい、来た。伝説のワールドを知っていますか？いつか行ってみたいと思ってるんですが、どうやったら行けるんでしょうか？伝説のワールド、これ。ギャラクシー2にもあれだと思いますよ。ぜひ皆さんもね、これあれだと思います。よし、じゃあもう1枚ぐらい行きましょうか。はい、次が2枚目ですね。よし、じゃあ頑張るぞい。はい。バッタントリデのシルバースター。待って。64DS にシルバースターのやつってあったっけ？これはギャラクシー2、あれじゃなかいかな、オリジナルの、あれかな。ということで、行きましょう。おーい。はい。こんにちは、ヒゲの人。おかげさまで平和になりました。お礼といっては何ですか、シルバースター集めていってください。はい、じゃあ頑張っていきますよ。はい、まずは1枚目。待て。はい。こう来て。あ、2枚目あった。あぶねえ。待て、一旦ここを避けて。あ、3枚目あった。で、こう来て。誰がそんなとこ行くっていう感じではあるんだけれども。待て、一旦こうして、危ない。 OK、 3枚目ゲット。そう、マリオ64ではこんな風にね、空中になってるんだけど、 64DS だったらね、もっとあれでがあるんだよね。はい、ヒゲの人、ちょっと待ってくれ。一旦これをやって動かないといけない。ああ、途中で切れてしまった。まあ別にいいよ、もう今10機あるから。はい、シルバースターですか、この先の雲の上にありましたよ。待って、ちなみにここは、あ、なかった。ないか。はい、あれ、ここにあった8枚コインがなかった。うん、待てよ、とりあえず1枚はここにあったから OK。ちなみにこの雲ってさ、雲マリオじゃないと落ちちゃうんだよね。で、こう来て、
待て、危ない。こっちにはなかったな。オッケー、4つ目ゲット。で、あと1つ。あ、また、ボム兵がいました。ここは？おや、シルバースターですか？って、山のてっぺんに見かけました。山のてっぺんか。はい。こう来て。あれ？山のてっぺんは？上を見上げたらシルバースターはない。待て。一旦こいつ倒してみる？何も起きないね。山のてっぺんで見かけた？どこにあるんだ？三つ目までは難なく見つけてはいるんだけれども。山の上？山のてっぺん。となると。待って、一旦こいつ倒すか。はい。何も起きないね。山のてっぺん。でもあそこ行ってもワープだけだしな。ヒプノープしても何も起きない。こっち行ってもワープがあるだけ。待って、こっちから見れば何かわかるか。そういうことか。これは確かに山のてっぺんだ。いや、いくらだっても高すぎないか、これ。オッケー。オッケー。ということで、スターゲット。めっちゃ大変だったわ、これ。だってこれでも大体5分ぐらいかかってるからね。はい、ということでこれで100枚目ゲット。 OK、 もう100枚か、早いな。そしていたずら彗星が現れた。じゃあ今回はここまでで終わっておきたいと思います。よし、じゃあ次回ですね。じゃあ次回は101枚目のスターからやっていきたいと思います。の前に、その前にまず預けておかないかな。はい、今4664個。はい、これで4800はいっか。はい、5000個なんとかいけそうにはありませんでしたね。はい、ということでチャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。